ゆきちゃんは、白髪の繁殖品馬。競争馬時代には2007年から2010年にかけて、中央競馬や地方競馬へ出走して17戦5勝の戦績を持ち、2010年度には、なあ最優秀品馬として表彰される活躍を見せた。父、黒船2005年、北海道早北町の農山ファームに生まれる。ケイロは、 白髪馬である母馬の白雪姫からの遺伝と見られ、兄には、白くん、ホワイトベッセルという二頭の白髪馬がいた。父、黒船は足毛で、2001年の NHK マイルカップとジャパンカップダートの優勝馬。芝とダートの双方で活躍したが、特にダート競争では、史上最強馬と見る向きもあった。本馬の管理調教師であり、白くんも手掛けた。 後藤義行は、初めて見た時の印象について、体や、顔、情報で歩く時の足の送りなどを見て、まともな馬だな、お母さんやお兄ちゃんより、体と動きが柔らかいなと感じたとしている。牧場からは、重傷を勝てるような馬であると申し送られ、競争年齢の2歳を迎えた2007年春に、茨城県美穂トレーニングセンターの後藤級舎に入った。 競争場名の意味は、愛称。白髪のお嬢さんとされている。なお、同年4月には、兄のホワイトベッセルが、白けまとして、中央競馬史上初の勝利を挙げている。2007年7月8日、福島競馬場の二歳新馬戦で、初出走。当時まだ肉体的にも、精神的にも未熟な状態だったが、一度実践を。 経験させた方が後々育てやすくなるという考えから早期のデビューとなった。また、ファンは芝で走るところを見たいだろうというところから芝の競争が選ばれた。吉田隼人安城に当日は2番人気の指示を受けたが、スタート直後に束から進路妨害を受ける不利もあり、14着と敗れた。その後一旦放牧に出され、12月に 中山競馬場の未勝利戦へ出走。5番人気と評価を落としたが、2着に2馬審査をつけて、初勝利を挙げた。第3コーナーから、最終コーナーにかけて、砂をかぶってひるむ素振りを見せながらも盛り返した姿を、見て、後藤は、普通の馬よりは走るな、と思いましたねと10回している。その後は再び放牧に出された。関東オークスに出走した。 ゆきちゃん3月末に芝の競争、ミモザ賞で2勝目を挙げ、白髪馬による芝競争の勝利、白髪馬による特別戦の勝利いずれも史上初を達成した。この時点で後藤は春の頻馬クラシック競争を意識し始める。4月27日には優勝頻馬へのトライアル競争、フローラステークスへ出走。 当日は4番人気に支持されたが、スローペースからの瞬発力勝負となった中で、じりじりとしか伸びず、7着と敗れた。以後も引き続きオークスを目標とした調教が続けられたが、習得賞金不足で除外されたことから目標を、ダートグレード競争、関東オークスに切り替えた。なお、後藤はオークスを解雇し、あのメンバーで、 1> 芝1 4 0 0メートルを走るのなら、ブリンカーをつけて、前に行くという、逃げ宣言をすれば、他は距離に、不安のある馬だから、すんなり先手を取れる。そして、後ろの馬に足を使わせる、サバイバルレースの形に持ち込めば生き残れるんじゃないかと、考えていたといい、オークスを想定したブリンカーを、関東オークスで着用することになった。騎手はそれまでの吉田隼人に代わり、 父黒船に帰乗していた竹豊を迎えた。雪ちゃんの関東オークス出走は大きな注目を集め、当日の入場人員は前年比127%超、売り上げは競争史上最高の4億3884万円を記録し、そのうち32万円余りは特設の雪ちゃん短所専用窓口で発売された。スタートが切られると、 最初の正面スタンド前で先頭に立ち、スローペースで馬群を先導。第3コーナーからペースを上げて、後続を引き離すと、最後の直線ではさらに差を広げ、2着プロビナージュに8馬審査をつけて勝利した。白髪馬による重賞発制覇であるのみならず、1競争としても総破タイム2分14秒7は、従来の記録を0秒9上回るものであり、 八馬審査も2000年に、ダートグレード競争に指定されて、以来の最大儀差であった。部は、注目されて緊張したけど、強い姿を見せられて、ほっとした。可愛いだけじゃないと感想を述べた。また1997年に、白けまとして、史上初の勝利を挙げた白鵬君の馬主、柳田清は、日本中央競馬界の広報誌、優秀に、 勝った時は嬉しかったですね。白川、弱いという先入観が間違っていることを証明してくれたと、喜びの声を寄せた。その後は3歳、ダート戦線の日本一決定戦、ジャパンダートダービーに出走する予定だったが、ジンマシンを発症し、競争当日に除外となる。さらに2層を除外された後、芝の重症競争クイーンステークスに出走。 しかし見せ場のないまま9着と破れ、起乗した、藤田真二は、ダート向きの馬であるとの見解を示した。他方、当日の札幌競馬場への入場者は5年ぶりに2万人を超える2万5千37 373人を記録するなど、ファンからの注目度は依然として高かった。続く、ダート重賞シリウスステークス9着を経て、10月19日には、 芝の牝馬三冠最終戦、周華賞に出走。騎手は関東オークス以来で竹豊が務めた。白髪馬の GI 競争への出走ということもあり、注目されたが、レースでは好位につけながら、直線で失速して17着と大敗。芝の競争に求められる瞬発力不足も露呈し、部は芝では限界があるのかもしれないと語った。 これ以降、芝の競争へ出走することはなくなった。ダート路線に戻った後は、12月に、クイーン賞へ出走。安藤勝美を安城に一番人気に支持される。レースでは、先行策を取り、最終コーナーからは2番人気のヤマトマリオンと並んで、直線で激しく競り合ったが、頭差遅れての2着となった。当年はこれでシーズンを終えた。 4歳となった2009年は1月の t c 形状を逆から始動。前走で敗れたヤマトマリオンと再び顔を合わせるも、同馬を抑え一番人気に支持された。レースでは両馬とも後方からのレース運びとなるも、ゆきちゃんは早めに進出し向き正面で先頭に立った。最後の直線では合わせると、ゆきちゃんはしぶといことを見越した、幸い秀明。 ヤマトマリオンが離れた外から追い込み、これにかわされて市場審査の2着と敗れた。その後はエンプレス杯、マリーンカップと2戦連続で6着となる。7月、それまでの習得賞金が半減される規定が適用され、地方交流競争の中央場出走枠に入れない、事例が増えた。こうした状況を受けて、馬主の金子正人と後藤が話し合った結果、九月に、 公衛、川崎競馬の山崎博美9車へ、天馬屋することが決定。10月には、t c k ディスタッフで地方馬としての初出走を迎えたが、休養明けに 58kg という重い金量も、重なり3着となる。この競争で騎手を務めた、今野忠明が、囲碁騎手として定着し、12月には、ダートグレード競争のクイーン賞へ出走。前年敗れた、 ヤマトマリオンを抑えて一番人気に支持されると、レースでは最後の直線で TM カドーとの競り合いを制し、関東オークス以来約1年6ヶ月ぶりの勝利を挙げた。ヤマザキは実力よりも人気のある馬ですから、今日は勝ててほっとしました。これでアイドルホースから女王になれましたと語った。2010年も前年同様、 tc 形状大阪月から始動。レースでは、逃げる東北美人を見る、先行集団を進み、最終コーナーで先頭に立つと、最後は、ウェディング藤子に詰め寄られながらもこれを、首差しのぎ重傷に連勝を遂げた。地方勢の tc 形状大阪月制覇は6年ぶりの、ことであった。今度は、最後の直線での追い比べでは、僕も脇の下に汗をかきました。 ゆきちゃんがよく頑張ってくれました。一度もかわされてはいないんですが、ウェディング不事故が目に入ったら、もう一回反応してくれましたと解雇し、また山崎は、高1から四コーナーで先頭に立って、どれだけ直線で話すかなと思っていたら、お友達が来ないとダメなのか、ゴール前は、息が止まりそうでしたよと感想を述べた。その後、出走を予定していた、エンプレス杯を官房により回避。 改めて出走した、マリーンカップでは3着、遺跡以来、初めて地元での出走となった、川崎マイラーズでは9着に終わる。夏前にノーザンファームへ放牧に出された後、3度目の出走となる翌年2月の TC 形状大阪ずきでの、復帰に向けて調整が進められていたが、脚部の状態が良化しないことから12月に引退、繁殖入りが発表された。 翌2011年1月、地方競馬の年度表彰、ナーグランプリ2010において、TCK 上王坂月の優勝が評価され、最優秀品馬に選出された。なお、翌年から2歳、3歳、4歳以上最優秀馬の部門が、大馬と品馬に分離され、最優秀品馬は廃止となっている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。 故郷であるノーザンファームでつなぎようされている。2013年には第2個としてハービンジャーとの間にシロインジャーという白髪の頻馬が誕生した。2015年には第3個としてロードカナロアとの間にハウナニという白髪の頻馬が誕生した。2016年には第4個としてヨハネスブルグとの間に マイ・オブランという白髪の馬が誕生した。さらにノベリストとも交配され、2017年に白髪の子が誕生している。シロインジャーの初子のメイケイエールが2020年の小倉2歳、ステークス、ファンタジーステークス、2021年のチューリップ賞を制している。ありがとうございます。